どうも、この丸です。キータロです。いや、今日この丸のさ、TMI の時間なんだけどさ、時間。なんだけどさ、いや、なんか11月もう終わるよ、みたいな。え、ちょっと待ってよ。10月終わる話してなかった、この間。で、なんなら11月始まったね、みたいな話してなかった、みたいな。ああ、そっか、そう、そうだ、そうだ。いや、そうな、もうさ、20日も過ぎてさ、いや、あれ、みたいな。もう、下旬じゃん、みたいな。ねえ。早いね。で、もうほんとさ、年末年始じゃん。もう紅白の話も出て、終わって、うん、みたいな。だからさ、もうそろそろ年始とか、なんかその辺の休みどうするみたいな話も出てきてさ、うちらの間でも。そうだね。そう。いや、早ないみたいな。いや、早いよ。今年は特に。え、てか、毎年思うけど、ほんと早かったの。うん。うん、ねえ。なんかさ、しかもさ、1月にはさ、ミッションミッション始まるしさ、最新情報ね。うん、そうだね。ちょっとザストが、このザストがいつ公開するかわからんけど、もうね、最初のニュース的なそうだもんね。そう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 。やることいっぱいあるなと思ってさ。ねえ、年明けてからも忙しいよ。うん。まあ、でもうちらあれかな、今のところ年始にちょっと休み取るかなぐらいかな。キータロさん帰るしね。うん。うんうん。そうね。ちょっとだけ、まあ、紅白の感想出してから帰ろうかなと思って。なんかさ、意地でもね、そこはやるみたいな、なんかあうの呼吸だったらウケるよね。そうそう、やっぱ紅白の感想は出さなみたいなね。そう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 。じゃあ今日は追っかけ雑誌とシャープ20の8について話していきます。まあ、前回まではチームシャイニングのマナトの感想で、マナトに対する社長の感想かな、ありがたいお言葉で終わったんだけど、いやー、刻むね、うちら。刻みますよ。いや、ほんと。だってまだ、マナトで3人目が終わったのか。まあ、だからここからね、ソータと、あとショートさんもいるから、うん、うん、サクサクね、行こうか。いや、サクサクは絶対行かないよ。諦めないで。いや、諦めてはないけど。いや、絶対ね、うちらのことだから。まあまあまあ。そうだね。なんせほら、ミッションミッション待ち構えとるからさ。そう。なんか後ろからなんか背中からなんか足音聞こえてきたもんね。そう。いや、なんかすごい大きいの追っかけてくるなって思ってるもんね。そうそうそう。早く走りきらんだね、うちらもね。うん。で、まあそうだがね、ここに向けてすごく長い期間練習をしてきたんですけど、序盤の方に、この歌詞を理解しようっていう話になって、みんなで歌詞を見合って、曲を何回も聞いて、スカイハイさんからの、日高さんからのメッセージだなっていうのに気づいて、その時にすごく感動して、鳥肌が立ったんですよね。ただ曲を聴いてるだけ。それからあの時の感動以上のものっていうのを感じながら、この曲を聴く瞬間がないなっていうのをさっき思って、日高さんからのメッセージっていう意味も、僕の中では心に置いてパフォーマンスをスタートしたんですけど、竜兵の最初のパートの一発目で鳥肌が立って、俺もこうやっていたから分かりづらかったんだけど、まあ、あのブルブルね、うん、ドーンと言ってマナトと落ち着く時にゾワってきて、このセットだったり最後っていう感情もあると思うんですけど、本当に今までにないほど楽しくパフォーマンスできた、それってこの5人でやってきたからこその努力の積み重ねが、このステージじゃなきゃ出ないものがたくさん出たんだなっていうのを思った時に、これは本当に単純に音楽がまた大好きになれたなっていうのをすごく感じたので、この5人で努力してこないとこの感情にはたどり着けなかったなっていうのを今すごく感じている。本当に感謝でいっぱいです。そしてこの歌詞を僕たちに与えてくれた日高さんに本当に心から感謝しています。ありがとうございます。そうださ、これ最初見た時なんていいこと言うんと思ったよね。ねえ、いや、そう、もういいことばっかり、なんかめっちゃ詰まってるよね。うん、なんかすごいさ、あれだね、自分のさ気持ちとかを伝えるの上手だよね。上手。いや、思った思ったね。しかもすごい冷静に淡々と話すよね。そう、それね、木田さんも言ってたね、最初からね。あ、言ってたっけ。もう自分の感想忘れてたけど、今もは思ってた。今も自然に思ってた。いや、でもほんとそう、なんかそれがなんかね、またすごいっていうかね、うん、そうそうそう、いいよね。うん、だってやっぱなんかさ、このソーダ話してる時にまた社長映るけど、なんかもうほぼちょっと目うるうるが強いっていうかさ、やっぱ泣いてるっていうか泣きそうっていうかさ、うん、もうなんかもうほぼ泣いてる顔だよね。そう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 。だからこうやってソーダみたいに伝えてくれるってことが本当になんかジーンってきてるんだろうなみたいな。うん、そうだね。ね、こう社長の意図することとかがめちゃくちゃ伝わった瞬間みたいな。なんか、うん、俺のこと伝わってたみたいな、そういう嬉しさとかね、感動とかめちゃくちゃあるだろうね。うん。まあ、そうだよね。しかも鳥肌が立ってとかまで言ってくれるっていうのがね、またね。うん、そうだね。確かに、しかも理解しようとしてくれてるっていうのはなんか、胸熱っていうかさ。うん、いや、そう。
で、なんか歌詞ってやっぱ、その、絶対社長はメッセージだなっていうのに気づいててっていうけど、そうだもん。うん。なんかすごいいろんな思いをさ、みんなに対して込めて作った曲だからさ。うん。すごい。もうすごーいってなるね。すごーい誰嘘くさい。嘘くさいなんか知らんけど。なんでねえ。でもさ、ソータはさ、すごいいいこといっぱい言ってくれてるけどさ、なんか、まあいろいろあるんだけど、なんかさ、具体的なエピソードとかも言ってくれるじゃん。なんていうか、そのさ、最初始まった時にドーンってなった時に、竜兵のパートでとかさ、うんうん、そこで鳥肌がゾワッと来て、みたいな。うん。うん、なんかそういうのもすごい好きなよね、なんか。いや、そうだね。いや、わかる。てかさ、その、竜ちゃんので鳥肌ゾワってくるはわかる。そう。うちらもそうだったもんね。うん。いや、でもやっぱりあの感じすごかったよね、最初のね。うん。いやー、すごかった、すごかった。あと、本当に今までにないほど楽しくパフォーマンスができたって言ってて、うん、まあその今までっていうのがそのザストの間なのか、まあソータのダンス人生なのか、ちょっとわかんないけど、でもこのソータがそう言うってさ、よっぽどのことなんだと思うんだよね。うんうんうん。うん。いや、だからそんなソータがね、すごい楽しくパフォーマンスできたっていうのがやっぱ特別なステージなんだな、みたいな。そうだね。まあそもそもダンサーとしての場数もめちゃくちゃ多い中で、うんうん、まあどういう比較かわからないけど、それでもやっぱすごい、すごいステージを作ったぞっていう感覚というかさ。うん。うん。なんか特別な感じ。なんか興奮状態というかさ、ソータの、うん、すごい伝わってくるもんね。伝わってくる。まあ、ちなみにさ、なんか特に最後の方かな、なんかこのセットだったり最後っていう感情もあると思うんですけど、それってこの5人でやってきたからこその努力の積み重ねが。うん。このステージじゃなきゃ出ないものがたくさん出たっていうところがめっちゃいいよね。めっちゃいい。ねえ。しかもそれに気づけて、それ思った時にとか言ってるから、それに気づけて、もう本当に音楽楽しいなとかさ。うん。なんかね、いいことしか思ってないじゃん。すごいね。そう、連鎖っていうか、もう、付随してどんどんね。だから、うん、めちゃくちゃいいことが繋がってるよね、全部ね。うんうんうん。うん、そうだね。そう、ここへ来てさ、その今、ソータで4人目だけど、もうソータもやっぱこの5人じゃなきゃとかさ、チームがとかさ、うんうん、言ってるから、ほんと、チームシェイニング素晴らしいなって思うよね。うん。いや、そうだね。まあ、あとやっぱソータがそういうのに気づけるというか、ね、うん、すごい気づける人というか、ね、いろいろ感じ、ちゃんと感じ取れる人っていうのが、やっぱこういうので伝わってくるよね。うん。ね、割とそうだね。ちゃんと、高ぶってるだけじゃなくて、ちゃんと冷静にさ、いろんなことを考えて、うん、ちゃんと伝えてくれるっていうかさ、気持ちをね。うん。うんうんうん。だってしかも最後にまた歌詞を僕たちに与えてくれた日高さんに、本当に心から感謝してますとかも、すごいっていうかさ。本当に。いやー、すご。すごいね。尊いね。ねえ。そうそう。いろんなものに感謝し始めたからさ。そうだが。そうそう。いや、そうなん、そうなん。マジでそう。ねえ。だってさ、ああ、このステージ最高やってなって。音楽また好きになれた。うん、このチームだからできた。日高さんがそもそも作ってくれたんだ。とか。すごい歌詞の意味だな。とか、うん。いろんなものに感謝してるからさ。なんかすごいよね。すごい。しかもそれはもう社長が望んでいたことっていうかさ、なんか全部の意図全部汲み取ってそうだよね。そうだね。いやー、こんなの本当さ、社長自身も言ってたけど、本当妙理に尽きるよね、こんなのね。うんうんうん。こんだけさ、こんだけのことを言ってくれたら。うん、確かに。でもなんかさ、確かに社長とそうだってなんかさ、なんか、いや、全員に言えると思うんだけど、なんかこうさ、通じ合ってるもんはありそうじゃない？うん。ああ、なんかわかるわかる。ね、なんか、だからそれはさ、ニューチャプターのさ、振り付けの件ではさ、一見でも結局そういう感じじゃん。なんかそうだなら、これ、うん、これで意図汲み取ってくれるだろうみたいな。うん。なんか、社長の中のさ、うん、なんかあるし、ソータもすごいなんか感じ取れて言うしみたいな、あ、これいいなみたいな言うしみたいな、うん、なんかすごい合うよね、この二人ね。合う。そうだね。それぞれボーイズにさ、捉え方とかね、感じ方ってあると思うけど、なんかソータとの波長合いそうだよね、特に。なんだろうね、なんだろう、似たような感じなんかな。でもなんか違う感じもするし、すごい不思議だよね。不思議ね。別にキャラが似てるとかそういうわけでもないしね、別にね。うん。あー、でもなんか高いレベルの会話してるみたいな感じあるかもしれんね。あー、我々にはわからないような。そうそうそう。もうなんか違うあれがあるんかもしれん。あー、そっか。イルカの会話みたいなやつ？なんかさ、イルカさんってさ、そうそう。そう、なんか喋ってるって言うじゃん。超音波みたいな感じ。そう。ソータと社長はそういうので会話しとるんかも。だからなんかすごい汲み取れるん。そう。シェイニングワン、君たち
私の歌みたいな。イルカさん？え、なに、なに今の。シャイニングマンは君たちの歌みたいな。声高え。わからんけどさ。でもなんかそれぐらいなんかさ、変ななんかあるよね。いや、そう、なんかが、何か通じ合ってるんだと思う。だからもう、なんて言うんだろう、もう、いいね。こういう人がいるってやっぱ大きいと思う、社長の中にはやっぱボーイズグループを作るって上で。ああ、うん、でもそうだね。まあ、そうだね。やっぱ何、なんか全てを語るのもさ、そう。やっぱさ、社長はプロデューサーだからさ、まあ、全てを説明するっていうのももちろんあるかもしれんけど、やっぱさ、社長的にはやっぱクイズ出したいわけよ。社長クイズ。社長クイズ出したいわけよ。やっぱり、多くを語らず、汲み取ってほしいみたいな。もうなんか、うん、うん。自分なりに受け取って、消化してほしいみたいなさ。そうだね。全部が全部話す、説明するってことが、なんか正しいわけでもないもんね。そう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 。うん。やっぱりそれだって面白くない部分も多いしさ。うん、そうだね。まあ、正常につながんなかったりするしね。結局全部言っちゃうと。うん、そうそう、答え全部言っちゃうとね。うん。そう。だけどそこをちゃんと分かってくれるじゃん、やっぱ。うん。だからやっぱそういうのが多分特にソータにはもしかしたら感じてるのかもしれないね。うん。この、とりあえずこのタイミングではめちゃくちゃそうなのかなってなるよね。うん。そうそうそう。いやー、すごいね。うん。あと、やっぱソータこのなんか髪色いいよね。いや、そう。もう多分ね、10回ぐらい言ってると思うけど。でも俺もこの今回さ、この丸が読み上げながらソータの顔見てて、あ、いい色だなって思いながら見てたよ。そう。似合うよね、マジで。似合う。で、次社長が何も考えなくなったり、テンションが上がったりすると、パフォーマンスが声とか特に荒くなりやすいかもしれないけど、それをさせないためのトレーニングだと思うし、その誠実さは完全に出ていたね。歌い始めとかも今だから言うと、ラップと一緒だけど、ソータは歌う時も、ちょっと気遅れしているなという時に、ずっと同じ位置をキープできないというか、ちょっと弱くなったりっていうのがあったんだけど、完全にそれがなかったね。心ができて技術ができたから、パフォーマンスが良かった。素晴らしいなと思って。ラップで、あんなデザインまでしてくれて、ダンスに関してはもちろん言わずもがなだし、あなたたちが素をしてきた答えは、パフォーマンスの随所で見られている。僕は勝手に昨日までの1週間のリハーサル期間も見たつもりですよ。こっちとしてはこの先に練習が辛いこととか、なかなか上達しなくてうまくいかないとか、周りからの評価で苦しんだりした時に、こういう期間があったことをどうか覚えておいてください。で、報われる努力っていうのも存在する。報われる努力が確実に存在したっていうことを忘れずに生きてくれたら、きっと心はまっすぐ折れないままいけると思います。素晴らしい心の輝き方でした。ありがとうございますと。努力は必ず報われるということですね。違うね。違う違う。すごい懐かしいフレーズ言うじゃん。いや、高見なじゃん。まあなんかさ、また社長がさ、これ今だから言うけどみたいなことを言い出してさ、その歌い始めとかも今だから言うと、これやっぱ気遅れっていうところかな。なんかちょっと気遅れしてるなっていう時に、この音程、同じ位置をキープできない、ちょっと良くなったりとか言ってさ。うん、それも、それが今回はなかった。だから社長が求めてた心ができて技術ができたからパフォーマンスが良かったっていう。特にソータはあれだよね。その心の部分のさ、ところなのかな。なんか若干気遅れしてるみたいな、うん、社長言ってた気がするじゃん。そうね。そうそう、ちょっと不安そうみたいな。で、そういうところがなかったっていう、だから、もういわゆる課題をクリアしましたねっていう、克服しましたねっていうことを言ってるってことなのかな、まずは。そうだね。でも確かに、あとラップでデザインっていうのも、なんかすごいわかる。ソータはマジ、なんかさ、このステージはデザインしてたよね。いや、わかる。シャイニングはめちゃくちゃなんか、すっごい印象あるもん。うん。なんかさ、もこみちみたいな、あーっと、なんかさ、パラパラパラってやったりさ。潮降ってたりね。そう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 。あとなんか、すごい大きいハンドルで車運転したりね。そう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 。いや、本当にでも、そのなんか、その、なんだ、地震とかをもう飛び越えた何かがあったもんね。ああ、確かにそうだね。うん。もう完全にアーティストだったもんね。うん、そうそう。だから本当、BE:FIRSTのソータっていう感じがすごいしてさ。うん。ねえ、なんかソータって最初からうまかったけど、やっぱ、これ、なんだろう、この完成形みたいなものを見たときに、あ、やっぱり、すごい成長したんだなっていうのが、なんかわかるよね。うん。いや、本当にそう。なんかさ、普通のさ、こういうオーディションってさ、まあ、ザストじゃないやつね、とかってさ、なんていうの、上手い人はずっと上手いみたいな感じじゃん。なんか言ってしまえば。
あー、確かにそういう部分はあるかも。いや全然その絶対成長してるし、そういうところももちろんいっぱいあると思うんだけど、なんかさ、こういう分かりやすく上手い人がさらに上手くなるみたいなのを、なんかね、分かりやすくねっていう視点でなんか初めて見たなと思って。あー、確かにね。うん、そうだね。あー、確かに分かる分かる。なんかソータ本当そうだよね。そう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 、うん、なんかそれがすごいよね。やっぱこのオーディションならではの、やっぱちゃんとさ上手い人にも課題があって、うん、なんかそれを克服してみたいなっていうのがすごい面白いっていうかさ。確かにそうだね。他のオーディション確かに上手い人はずっと上手いみたいなイメージちょっとあるね。そう、いや全然ね、絶対先生は何かしらアドバイスしてると思うし、うん、でもそういうのが描写としてあんま出てこないっていうかさ。まあ確かに、まあ人数が多かったりもして一人一人にね丁寧に追ったりできなかったりする場合もあるからね。そう、やっぱ分かりやすいのをやっぱ番組を映したりするからさ、どうしても。そうね、やっぱ未経験組が成長する過程とかのが分かりやすいもんね。そう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 、だそういうの映しがちだけど、でもそうじゃなく、やっぱ一人一人にこういうのって本当に、しかもこうやって伝えるって本当に大切なんだなっていうね。うん、確かに確かにそうだね。だってさ、うん、ソータみたいに元から上手い人なんてさ、伝え方次第ではさ、なんか、うん、ね、本当ちゃんと成長するかなみたいな。なんか元々上手いからさ、なかなかその伸びしろが分かんなかったりする場合も多そうだけど。いや、そう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 。ね、ソータすっごい分かるもんね。我々が見ても、あ、上手くなったな、みたいな。そうそうそう。うん、なるもんね。で、あとさ、社長はさ、なんか報われる努力って言ってたけどさ。うん。でもそれをわざわざ言うってことは、今あなたたちは報われる努力をしましたよ。すごいいいものを見せてくれましたよ。努力がいい風に報われましたよっていうことだよね。そうだね。報われる努力だからね。うん。うん、だ努力は必ず報われるとはちょっと違うもんね。いや、そう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 。それと違う。だってこれも結果の方だから。報われた努力だから。うん。高みの言いたいだけだから、私は。そうだね。うん。嬉しいね。なんかさ。うん、ほら、努力はさ、必ず報われるかわかんないけどさ、その、やってきたことに意味があるみたいなこともあるじゃん。やっぱり。うん、うん、家庭が大事だから、うん、報われなくても、やったことが大事なんだよ、みたいなこともあるけど、今回報われた努力だからもう、結果にもちゃんと結びついてるから、もう最高のやつよ。そうだよね。で、しかもさ、うん、そういう期間があるっていうことは、今後のあなたたちの人生にとって、すごくプラスになるってことだもんね。うんうんうん。そうそうそう。うわぁ、そうだね。きっと心はまっすぐ折れないままいけると思いますっていう。このことをちゃんと覚えてれば、なんかいいこと言うね、本当に。めっちゃいい。なんかいいよね、これ。めっちゃいい。なんかすごい感動するね。うん。そっか、素晴らしい心の輝き方でした。うん。心が輝くって何？すごいよね。いや、すごい。もう表現もすごいしさ、てかもうさ、うちらさ、ここのさ、このソータとその社長の会話、うん、やりとりさ、なんかあれ難しいなっていうこと結構多くて読み解くのにそうだね、ちょっと時間かかったよね。うん、なんかやっぱちょっと高次元の話してるなっていうところあるよね。うん、いや、そうなんだ。でも多分予想だけど、ソータが結構すごいいいこと言ってさ、畳みかけたじゃん、うん、社長も負けねえぞみたいな、そうきたかみたいなラップバトルみたいになっとってそう。そう、あ、なるほど。社長も結構饒舌だったじゃん、結構いっぱい言ってくれたじゃん。そうだね。情報量多いというか、そうだから、なんかすごいやっぱ高次元な、うん、高レベルな、やりとりでした。そうですね。いやー、そうだね。心の輝きです。素晴らしい心の輝きですとか言ったことないよね、今までで。すごくない？だって、素晴らしいパフォーマンスの輝きでしたみたいなさ、見た目のことじゃないんだよ。うん、心の輝き方だよ。なんかそういう歌はありそうだけどさ、言ったことないよね。ないなあ。心のプラカードならあるけどさ。いやいやいや、パイヤ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 じゃん。そう。だから、めちゃ素晴らしい心の輝き方。すごいね。だから、俺はパフォーマンスはまあもちろんのことを、あなたたちはすごかったよってことだよね。うん、本当に。そう、中身っていうか、心までも、うんうん、輝いてたよって、パフォーマンスはもちろんだけど、心も輝いてたよっていうことだよね。ああ、それほど内面がすごい見えてくるようなステージだったっていうことか。うんうん、そうだね。ほら、一週間のさ、練習期間、ほら、社長はさ、最終審査はさ、見ないようにしてたっぽいけど、一週間の過程を全部見たようなパフォーマンスでしたって言ってたから、もうやっぱもうすべてがわかる。だからもう、心も輝いてたからこそそういうのも伝わってくるってことだよね。よくさ、そのもう心が輝くって言ったらさ、もう多分眩しいよみんな。見えなくね？眩しかったらもう、あーみたいな。そうね、くらんじゃう目が。ねえ。なんか、だから多分心に銀髄石を抱えとると思うみんな。幻の
幻の。抱えとるけど自分に持っとるって気づいてなくて。そう。そうそう。うさぎちゃんみたいに。そう。本当は自分にあるんだけど、気づいてなくて。うん、そう。ずっとルナと今まで旅しとったん、きっと。レオじゃなくてルナレオ、ルナなんか似てるね。そう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 。レオは犬だけど、ルナ猫で。いや、犬。犬って言った。ワンちゃん。待って、うちらさ、心の輝き方っていうのすごいさ、もう、なんていうの、あまりにも触れてこなかったワードだから、すごいなんか注目しちゃったよね。いやいや、本当に。いや、びっくりする、なんかね。だからもう発言がもう難しくて難しくてさ。いや、そう。いや、すごい勉強になりました。ねえ。で以上でね、今回は。まあ、ソータで終わったっていう、うちらおやおやだよね。まさかの一人だけ？いや、そうなの。しかもさ、なんか、この収録してる、ほんとさ、前に、新しいオーディションのさ、新しいボーイズグループの、その告知というかさ、うん、記者会見だったから、なんだろう、ああ、頑張んなきゃ、年内に終われるように頑張んなきゃって気持ちだったのに、全然進んでなくて、うん、なんか、震えるっていう。いざ収録始めたら全然いつものペースだったよね。いや、そうなん。またこう、さっきも言うけどさ、読み解くのがちょっと大変でさ。しかも、いや、だってさ、駆け足でやるわけにはいかないよ。だってこんな素晴らしいんだから。そうだね。いいこと言いすぎなん、マジで。そうなん。まあ、だからさ、次の追っかけジャストが楽しみだよね。そうだね。